皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、女性のお客様を相手に商売するなら絶対に知っててほしいたった一つのことということについてお話をしてみたいと思います。私のクライアントさんはほぼほぼ女性です。以前は 100% 女性だったんですけど、最近、男性の教室経営をしたい方、ないしは女性向けの商売をされたい個人事業主の方ですね、そんな方もコンサルをするようになったので、今はお試し的にやってるんですけれども、男性も見ているということですね。ただ共通している点は、女性のお客様を相手に商売したい方です。ここは共通しています。ということは、アドバイスする内容がほとんど似てくるっていうことであるのと、特に男性経営者にとって私の助言っていうのは、普段私は女性を相手にお話をしておりますので、その考え方とかを中心にお伝えすることができるので、男性視点では見つからない、女性ならではの考え方ですね。それをお伝えすることもできているんですね。で、その中で最近いろいろとお話をしていてですね、その男性の方だから感じたとかじゃなくて、女性と話をしていても同じことを感じたことがあったので、それを今日お伝えしたいというふうに思っています。はい。今日のですね、テーマ、結論から先に言います。女性のお客様を相手に商売するなら絶対に知っておいてほしいたった一つのこと、それはですね、ズバリ一貫性です。一貫性を持った、情報発信をしましょうとか、一貫性を持った、ウェブサイトの作り込みをしましょうとか、一貫性を持った発言をしましょうっていうのは、私今までも結構何度かお話をしているんですが、この一貫性っていうのが現実的にどういう状態の時に見られるか、あなたがお客様から見られるかっていう分かりやすい観点からちょっとお話をしたいと思います。これはですね、恋愛論とか、それにもしや通じるものもあるかもしれないです。あとは夫婦関係とかもね、もしかしたら入ってくるかもしれません。内容をお伝えしたいんですけども、一番顕著に分かるのが、特にお客様とかがおそらく感じるであろうことなんですけれども、要はですね、鋭角講師になるかどうかっていうところ、特に出だしの頃ですね、恋愛で言うと恋愛初期の頃、この時に気張りすぎて自分を必要以上によく見せようとすると、結局それが一番マックスの状態を見せてしまって、それで例えばうまくいったとするじゃないですか。で、それが当然マックスの状態だから、あとは落ちるだけなんですよね。そうすると、これがじゃあ男性としましょう、これが女性としましょう。で、男性がマックスで、女性が、この人そんなに私のこと思ってくれるんだったら素敵って言って付き合い始めたとするじゃないですか。だけど往々にして、特に男性の場合ですね、その獲物っつっちゃ悪いのか、その彼女と出だしの頃、このうまくいかせるところがメインなんで、すごい頑張りますね。で、そうするとその状態を知っちゃっているから、ここが落ちてくると、その落ち幅がないがしろにされた気分になる気持ちになってしまうんですね。この落ちた分の幅が、でも落ちちゃうのは当たり前なんです。だってマックス頑張っちゃってるから。で、こちらはそう期待して付き合うのに落ちるから不満がたまるみたいな。で、こちらがじゃあ悪いのかっていうと、いや、そうでもないんですけれども、マックス頑張っちゃってるので、やっとこう平常に、この人とだったら自分の素を見せても大丈夫かなって平常に戻った時に、でもこの人がそれを考えていなければですね、このギャップが出ちゃうから、私のこともう嫌いになったのとか、なんかそういう話になっちゃったりするんですよ、恋愛で言うと。だから大概恋愛の初期の頃って男性頑張る傾向がすごく強いですよね。女性も頑張る傾向とかがあるのかもしれないですけど、いや、でも男性の方が多いかな、その時に。アプローチの部分で、なんとかその人に振り向いてもらう、別にそんなにこう頑張って追わないにしても、ちょっと背伸びして喜ばせたいっていう気持ちがあるかもしれないけど、頑張りますよね。そうすると頑張りをやめた瞬間にマイナス評価に転じるわけですよ。
なんでこの恋愛の話をしているかっていうと、例えば教室の生徒さんと先生の関係っていう時もですね、入会時にすごい頑張ってその人にいいことをいっぱい言ってあげる、ないしは得点をつけるとか、もうすごい感動するような言葉を山ほど言って、無理やりとは言わないけど、まあ感動させて入会させたとするじゃないですか。そう、入会させたとしますよね。そしたらその人に同じテンションで接していかないと不満にしかならないっていうことなんですよ。その時に頑張っちゃってるから、こちらが先生、こちら生徒さんです。マックス頑張りました、この先生好き、入会しました、先生入会したからほっとします、ちょっと手抜いていきます、そうするとこのギャップが期待してたのにそうでもないよねっていう生徒さんの不満に変わるんですよね。だから入会ないしは制約っていう時に、もちろんいい状態を見せていくのは大事なんですけれども、これが保てれば OK、 保てないんだったらこれぐらいの状態で入会をしておいて、でこの人が思う状態よりもこう長く付き合うことによってこう上げていって、あ嬉しいってこの満足感を上げていくみたいな、そういう付き合いができると長続きしますね。これは教室事業のリピーターを長く保ってもらう方法にも通じるし、あとはそうですね、長くそうリピートして、まあ恋愛の部分でももちろんそうですね。だから自分をよく見せすぎないっていうことが結構大事なんですよ。でないと落ちるだけなんで評価が。だから一貫性っていうことは、この時言ったことないしはサービス提供しているレベルを保てるかっていう状態でこの人と出会うのがいいっていうふうに思ってるので、これは教室授業だけじゃなくて他のところでもよくある話です。例えばなんだろう、ちょっと高額な案件とかを決め、まあそんな車とか決めるような時ってちょっと高額じゃないですか、200万300万500万とか。そうなっていく時にそのセールスの方がもうお客様のね、車のサポートはなんかこう頑張って私にお任せくださいみたいな感じでね、言う方がいらっしゃって、でその車はどこでも買っても一緒だとします、新車の場合は。例えば、まあ、日産さんとかで言うとね、日産なんとか、まあ若干値段がね違う場合がありますよ、お店のその販促プランとかそういうものにおいて。だけれども、まあ、そういう場合に決めてはもうその人になりますね。要はメンテナンスとかでもしかしたらお世話になるかもっていうことを考えた時に、担当の営業の方なしは担当者がいい方だったら、どうせならその方経由で相談できた方がいいよねって思って、差額が5万とか10万とかある場合でもそっちと契約する場合とかもあったりしますね。それはその人の人柄を信じてとかいうことになるので、移動が結構多い場合もあるんですよ、カーディーラーのねとこって。だから私は、まあ、主人と車をね一緒に買いに行く時とかに、転勤が多い傾向、会社の傾向が多いのかどうなのかっていうのを聞いたりする時があります。要は変わるかっていうことですね。でその人が変わるのが分かってるんだったら、その人じゃなくて仕組みに期待をして契約をする。要は日産とかトヨタとかっていうその車のことを扱ってる会社の姿勢ですね、もう 人に依存しない形で決定をするんですけれども、大体そんなに転勤はないですっていう、例えば僕とか6年いますしとかね、結構長くいるんですっていうことになると、じゃあそれだとその人に期待していいのか、まあそれでじゃあいなくなったからといって別に恨んだりとかはしないんですけれども、傾向としてその人属性で行くのか、まあ、仕組み属性で行くのかっていうのを考えた時に、車とかの時もセールスの方が本当に口だけっていう言い方変かいいことをねたくさん並べてっていう風にやる、要は今決めてほしいからっていうのをこう必死にアピールするタイプだから、その背伸びしてるなって感じるようなタイプの方とは契約をしないケースが多いですね。私の場合にはですね、行くんですよ、その一緒に契約の場面
で、まあ、その場で勢いでいきなり決めるってことはまあまずないんですね。家に帰ってまあ家族会議になるわけなんですけれども、その段階で何でしょう、その方が持っている資質なんちゃ性格と、あと会社の体制とか、そういったものを総合的に判断して、最終的にどこがいいっていうのをほぼほぼ決めるのが私だったりしてますね。まあ、主人は価格だけの部分が特に多いみたいなんですけれども、でも人柄的な部分は共通して、この人いいよねって2人で一致した人のところで買うケースが多かったりしてました。だからこれが背伸びしすぎてるかしすぎてないかと、今契約したくてちょっといっぱい言っちゃってるけど、この人その後になったらなんかあんまりやってくれなさそうだなとか そういうのまでちょっと見えちゃったりするんですよね。だから、まあ、これは一例、車の一例なんですけれどもね。同等に、その一貫性を持ったサービスレベルないしは、行っていく向き合う気持ちが保てないんだったら、この低い状態で契約を取れる術を身につけた方がいいです。ここ頑張って決めちゃうと落ちるだけなので、こちらの期待が、その人が手を抜くから。抜いたのが見えちゃうのが結構女の人なんですよ、残念ながら。これが男性が女性に対して物を売る場合でも、女性が女性に対して物を売る場合でも一緒です。頑張りすぎちゃってる状態が落ちてくると、敏感に自分のことはそんなに見てくれてないよねとか、昔はこういうふうなシーンだったらこんなこと言ってくれてたのに、今はそれやってくれないですよねっていうのを覚えてるし、過去に遡ることができる性質を持ってる脳が女性脳の性質なんですよね。で、これが立ちが悪いことに、男性脳はそれあんま気づかないんですよ。一点集中主義だから、その時に頑張って、例えば女性の場合落とせればいいみたいな、そういう観点からお付き合いを始めたりとかもするので、すごい気張ったりするんですよね。だからプレゼントとかも多かったりとかしたり、で結果それが馴染んでくると、ふーっと落ち着くからいいやになると、ここがそれが不満になるっていう、まあそれだけなんですけどね。だから私の場合には、背伸びをした状態ではまず契約はしないっていうふうにしています。だから背伸びじゃなくて、この淡々とした、普通の平常の状態でこの人と誠実な信頼関係を築くっていう状態で。ってことは、それ無理してないからずっと続けられるんですよ。であれば、一貫性がある答えと一貫性がある対応を変えないでやっていくことができるので、長く信頼されるので、長くリピートしてもらえる確率が高いということです。で、ここをですね、頑張って決めてしまうと、結局ここのラインより、こういったところを頑張り続けないといけないんですよね。それ大概無理なんですよ。で、息切れがするから、手を抜くと、手を抜いたよねって分かってしまうのが、残念ながら女性の脳なんです。過去に一瞬で遡れるし、特に覚えてるんですよ、よくされたことって。だから逆にそれを不遇な状態っていうか、悪い状態になっていることと比較するのがとても簡単。同時時空を遡って今とそこをパッと比べることができる。あの時はこういうふうに言ってくれてたのに、今度そうなりませんねみたいな感じとかですね。だから男性の方にとっては若干酷なのかもしれないけれども、サービスとかを女性向けにやる場合には、特に頑張りすぎないでやれる方がいいですね。本当にそう思います。だから私が信じる人っていうのは、本当に何年も同じことを淡々とできる方をやはり信頼しますね。私のコンサルタントで、まあ、菅谷慎一さんという方がいらっしゃるんですけど、もう出会って7年くらいになりますかね、お付き合いが。ニュースレターとかが数ヶ月に一度届くニュースレターと、あと季節ごとの時候のご挨拶のおはがきですね。これずっと続いてます。本当にすごいと思います。淡々としてちゃんと続けてくださるんですよね。だからこう盛り上がりすぎて、それが落ちるっていうことはない状態で、ずっとそれを継続できる方っていうのは、やはり信頼できるなという感覚がありますので、まあもちろん私もそこを目指して、やっていきたいなと思って、
考えているんですね。ですから、その私が決めている指針は、今出会ったその人に感動を与えている感動と同じものをずっと提供できるレベル、だから無理しすぎない、よく見せすぎないレベルで契約をしていく、ないしはつながっていくっていうことを心がけてるっていうことです。なので本当は頑張ればね、ここまで上げられるんですよ。でもこのレベルを保てるかどうかっていうのを判断した上で、ここにしておいてこの方とお付き合いするっていう、そういう感じでやってます。これがだから恋愛と似てますね。よくほらね、自分っていうのをやっぱうまくいきたいがためによく見せるとかっていうのはあるじゃないですか。まあ多少は見せますけれども、特に結婚とかいうレベルになると、どのみち頑張ったってボロが出るので、私はそれがうまく決まらなかったとしても、ある程度自分のまんまで、自分っていう人間はこういう人間だから、まあ、特に思考ですね、こういう考え方をするんだっていうのを友達時代とかによく知っといてもらった後に、まあ、そのまま結婚はしているんですけれども、好かれたいから無理をするとかっていうのはしたことがほとんどなくて、まあ、いわゆる素のままですね。だからまあそういう意味では可愛げがない部分も、甘えてどうのっていうことができてなかったりとかもするんですが、それをひっくるめた状態で受け止めるタイプの人としか付き合っていないので、変わってないっていうことですね。なので、私に限らず女性は、自分がないがしろにされたりとか、愛情ないしは、サービスのレベルが下がるっていう、このギャップをですね、すごく敏感に感じることができて、しかもちゃんと過去の良かった時代と簡単に比較することができる脳のフォルダーを持っているので、男性がもしも女性を相手にする、ないしは女性が女性を相手にする場合でも、出会いの当初を頑張りすぎない、一貫性を保てるサービスを提供し続けられるかっていう観点から、その人と触れ合いながら長く細く関係を構築していけるように振る舞った方がいいと思います。なのでまとめますと、女性のお客様を相手に商売するなら、絶対に知っておいてほしいたった一つのことっていうのは、一貫性を保つ、その状態でお付き合いをする、これができるかどうかっていうことで、最初の出会いを、出だしの頃の、契約時ですね、この時の状態を考えておいてほしいかなっていうふうに思いまして、今日そんなことをお伝えしてみました。ご参考になさってください。それでは。